はい、こんばんは、リプラタクです。今日はね、5月11日の、19時46分です。で、今日はね、夕ご飯がこれですね、このピザをこういう感じで、なんだろう、ピザをこういう感じで、電子レンジでチンしました。あと、大人の紅茶、これライチ味かな、が今日の夕ご飯です。で、ちょっと夕ご飯食べる前に、ちょっとリップルのチャートをね、見ていこうかなと思うんですけど、これがね、まあ、いわゆるリップルのチャートなんですけど、これ結構ね、やばいことになってるんですよね。で、今ここかな。今74円なんですけど、このね、70円台に、サポートラインがね、いつだったかな、4月の十何日あたりのこのサポートラインがあるんで、この辺りで反発してくるかどうかまず見たいと思います。見なかったらじゃないね、あると思うんで、この辺でね、反発してくるかどうか一回見たいと思います。で、見て反発してこなかったら、おそらく結構下がって、まあ、50円台ぐらいに下がるんじゃないかなっていう感じで見てます。これがちょっとね、なんかチャートがね、最近なんか尺度がおかしくて使いにくいんですよね。これが4時間足とかになってて、このなんか全期間がいらないんだけど、なんかね、最近尺度がおかしくて、ちょっとまだ使い方、日にち指定とかなんかな、なんかね、尺度がちょっとおかしいんですよね。スケールがもっと小さくならないのかな。ちょっとね、使い方今はちょっとわからないんで、なんかね、尺度がおかしくなってます。とりあえず、まあ、ここを見る限りは、この辺りですね。まあ、70円前後の、サポートラインがあるのがこの辺りなんで、4月15とか4月10日とかね、4月の最初には、まあ、つけたサポートライン、この辺りで、跳ね返ってくるかどうかをちょっと見たいと思います。で、まあ、跳ね返ってこなかったら、もう50円台とかに突入するんじゃないかなって感じがします。はい、ここですね。ここの辺りの、まあ、サポートラインで跳ね返ってくるかなって、まあ、思うんですけど、それがね、ダメだったら、50円台に突入するんじゃないかなと思います。はい、ゴールデンウィーク以降ね、なんか爆上げとか言ってる、まあ、嘘のね、情報に騙されずに、チャートをね、しっかり見て、これからね、リプルがどうなるかちょっと考えていきましょう。まず目先はね、ここにある70円台のこの辺ですよね。ここで跳ね返ってくるか、つまりリバウンドして抵抗線となサポートラインとなるかどうかってことですね。はい、で、その後もしそれ終わったらもう50円台いくんで、それはもう仕方ないですよね。いわゆる、なんだろう、まあ、それはよほど、そのなんかファンダメンタル的になんかいいことがあればいいんですけど、なんかファンダメンタル的にいいことがあって、リップルがすごい上がったらいいんですけど、ビットコインとかね、全体的に結構下がってきてるんで、まあ、どうなるかね、わからないところは正直ありますよね。はい。で、まだね、なんかリップル爆上げだとか言ってるようなね、おかしい人たちいると思うんですけど、まだそのなんだろう、エクスカレンシーかなんか知らないんですけど、リップルのファンダメンタルのそのなんだろう、要素ばっかり言って、リップル爆上げだとか言って煽ってる人の、ああいう話はあまり信じない方がいいです。やはりね、テクニカル的にちょっと見てどうなのかっていうのをね、冷静に考えながら、まあ、トレードしていくね、ことがやっぱり大切だと思います。もちろんね、リップルのそのエクスカレンシーとかなんか技術自体が悪いのではなくて、まあ、僕もそういうのもいい、そういうのはいいと思ってるし、これからね、伸びていく分野だと思うんですけど、ただ、偽情報でね、爆上げだとか言ってる、そのね、人に騙されないように、やはりね、チャートを見てね、トレードしていかないといけないんじゃないかなとは僕は思います。はい。ということで、まあ、今日はちょっとね、お腹空いたんで、この先ね、ピザ食べたいんでね、ピザを食べます。はい。皆さんありがとうございました。